皆さん、こんにちは。ポポです。いつも動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、今日は緊急でというわけではありませんけれども、予定外の動画を撮影しています。というのは、今から1週間ぐらい前に、私のインスタグラムの DM の方に、フォロワーさんの方から、ポポさん、TikTok されてますかというメッセージが届きました。私は、 えー、2年ぐらい前に少しだけ TikTok をしてたんですけれども、もうその後は全然やってなくて、パスワードも忘れてしまうぐらい放置されているチャンネルがあるんですけれども、そのことかなと思って、あ、一応持ってますとお返事したところ、えー、これなんですけど、と言って、えー、送られてきたチャンネルを見てみたところ、全く見覚えのないチャンネルで、で、私が見た時点で、そのチャンネルには、 約20本ぐらいの動画があって、うち10本は私の、えー、YouTube ショートから転用されたもの、いわゆる無断転用されたものでした。で、再生数も10本合わせて40万再生ぐらいいっていて、コメントを少し見たんですけれども、中には、えー、ポポさんいつも YouTube 見てますって <laughs>、これが私のね、チャンネルだと思ってコメントをしてくださった方も、 いらっしゃいました。で、私、それを知ったときに、まずね、ど、どうしようって、どうしたらいいのかなって思いました。そういうね、無断転用とかっていうのは、もっとこう、登録者数の多い、大きな影響力のあるチャンネルが被害に遭うものだと思っていたので、まさか自分が会うとは思わず、その時のこととかも全く想定してませんでした。 それで、えー、その時初めてググ Google で調べたり、えー、同じような被害に遭われた方が YouTube で動画を出されてたので、それを見て少し勉強してみたところ、やはりこの無断転用というのは TikTok では厳しく禁じられている行為でした。なので、知的財産の侵害、あとは著作権侵害で通告することが でできたんですけれどもなんかねそんないかついことをするのもどうかなって私ちょっと尻込みしてしまってこんな私の動画なんかを転用してねその方も悪意があったのかどうかもよく分からなかったのでまずはその方の動画にコメントを入れましたで10本ねある無断転用された動画の中で一番ね再生数の少ない動画に まあそ、そうするとその方にもあまり迷惑かからないだろうと思って、一番再生数の少ない、見立たない動画にコメントを入れました。コメントの内容を要約すると、一、えー、つ目、これは私の動画です。二つ目、著作権侵害など、えー、いかついことを言うつもりはないので、えー、天才元、ポポフラとご明記ください。三、まずは一度、 え、インスタグラムの DM でも、またこのコメントのお返事でもよろしいので、ご連絡ください。四つ目、それができない場合は、転用された動画10本を削除してください。五つ目、お聞き入れいただけないようであれば、TikTok の運営の方に相談をさせていただきます。と、コメントをさせていただきました。あれから一週間が経ちましたが、 連絡もなければ動画も削除されていません。その間、その方のチャンネルでは、また新たに動画が公開されています。もうこれはね、私の動画ではなく、他の動画があげられてるんですけど、ということは、私からコメントが来てるのも多分、ね、気がついているはずなんですけれども、何のリアクションもいただけないので、コメントでもお伝えした通り、TikTok の方に、知的財産の侵害、 著作権侵害の報告をさせていただきました。今は TikTok からの連絡待ちですが、正直言ってあまり期待はしていません。というのは、仮にこれが私の著作権を侵害していると認められて、その動画が削除になったり、あの、アカウントが赤版っていうんですかになったとしても、またこのようなことは次から次へと起こってくると思いますし、 まあ、いたちごっこ、完全に防ぐのは難しいと思っているからです。ね、また、こう、SNS で動画ですとか、まあ、やっている以上、こういうこともあるというのは、ある程度覚悟していかなくてはいけないと思っています。では、全くなくならないし、そういうこともわかっているのに、どうしてこのような動画を撮っているかと言いますと、まず、こんな私なんかの動画を転用して、 ね、自分のチャンネルであげようという稀なことをお考えの方、えー、まずは私の方にご連絡をください。そうしていただければね、あの、例えば、私の使っているから、ああしてくれ、こうしてくれなんて難しいことを言うつもりはありません。ただ、この動画のオリジナルはポポフラであるということだけを明記していただきたいと思います。また今日のお話は動画を見ておられる 大部分の方には全く関係のないお話だと思いますがもしまたどこかで「あれこれポポフラノじゃない?」っていう動画を見かけられたら私に教えていただけると助かります。それで TikTok の場合これが私のオリジナルなのかそうでないのか分かりやすくするために私は TikTok を一切やらないでおこうと思って そのパスワードも忘れてしまった放置状態のアカウントにあげてやった本当に数えるほどの動画をすべて削除しました。これね、わかりやすくしようと思ったんですけれども、それもなんかね、違うかなって自分で作った動画を無断転用する人に気兼ねしてあげないっていうのもちょっと違うかなと思って 一旦全部消してから2、3日前からちょこちょこと動画を上げてみました。えー、こちらが私の TikTok のアカウントになります、ね。多分この辺出てくるかな。ね、ここに、えー、無断転用されたのが悲しかったのでアカウントを作りましたって書いてあります。えー、内容は YouTube のショートやインスタのリールと同じものなので わざわざ皆さんに見ていただくものではありません。それでこの TikTok に数本動画を上げたんですけれども、これがもうびっくりするぐらい見られないんです。こちらはパパが逆さアップルパイを作った動画ですが、これは YouTube ショートでは100万回、インスタのリールでは200万回再生していただきました。ありがとうございます。 それが TikTok では40この時点で40何回 <laughs> 見,られな見られてなさすぎじゃないですか40何回ねえねプラットフォームが違うとこんなに再生回数が違ってくるもんなだなとある意味 <laughs> 興味深く観察していますで私は Instagram の方もしていますが えー、YouTube の方はおかげさまで収益化させていただいてますが、Instagram の方は収益化は全くしていません。これは本当に本当に私がゆるーくゆるーく楽しんでいる、えー、交流の場になっています。YouTube というのは動画に対して公開でコメントしかできません。個人的にね、私にお話をしたい人、私がお返事したい人、プライベートでやりとりができるようにと思い、 Instagram のアカウントを作りました。あちらは本当にゆるーくやっていて、うん、YouTube よりももっとなんていうのかな、素の私を出してます。あとは先行ネタバレみたいな感じでストーリーも上げてますので、よろしければアカウントをお持ちの方はご覧になってください。よろしくお願いします。ということで今日の動画は TikTok で無断転載され戸惑ってしまった ということもし、ね、こんな私の動画を再利用されたい方がいらっしゃいましたら事前にご連絡いただきたいということご連絡いただくない場合は、えー、削除をお願いするということあとはあれこれ本当にポポフラかなとちょっとね疑わしいのを見つけた方はご連絡ください ということをお伝えさせていただきました。どうもありがとうございました。今日は9月3日火曜日です。フランスは新年度が始まりました。夏休みが終わり、海も人影がまばらになっています。えー、私、インスタグラムの方で夕日ハンターと言って夕暮れに、えー、サンセットを追いかけて写真を撮っています。今日お別れの海の映像は 8月インスタグラムに公開したこの写真を撮りに行った時の海の様子をご覧いただきたいと思います。オレンジがね、すごく綺麗で、この夏、私の心に残っている海岸模様です。今日はね、ちょっと予定外の動画、少しね、おしゃべりばっかりになりましたけれども、ここまでお付き合い、本当にどうもありがとうございました。 ルルちゃんも大人しくしています。起こしちゃおうかな。ルルちゃん、はいごめんね。はい、あゆんしゅんしゅんしはい、ルルちゃんです。はい。というわけで、今日はここまでお付き合い、本当にどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。